お疲れ様です、マフィーです。今回は人種園使います。人種園は呪いコレクションじゃねえな、なんだっけ、アンコレか呪いコレクション、呪い移しのスキルなんでね、ちょっと呪いコレクションとは勘違いしちゃったんですけど、アンコレのね限定ゴマです。こいつね強いらしいんですよ。知り合いのオセロニアに聞いたらね、なんか普通にこの呪い移しの部分がめちゃくちゃ強いということなんで、今回使っていきたいと思います。まあ、使い方がちょっとよく分かってないんですけど、一応ねスキルが召喚でひっくり返したコマにランダムで一つルフェイを召喚なんで、まあ春秋みたいな感じで使っていくのがいいかなと思いますね。もう先行の仕打ちとか、あと高校の風車に対して打っていくみたいな使い方でいいかなと。で、本体のコンボスキルが呪い移し3つと、自分の手駒が3つ呪われてると、3つ以上呪われてると発動で、3つてか3枚かな、3枚以上呪われてると発動で3つ移して、でこのルフェイが表になってる3ターンの間アタックを 1.2 倍にして手駒を2枚呪います。で、コンボスキルがこの人種名と同じで、手駒が3枚以上呪い状態の時に発動できて3つ呪いを移すというものなので、の呪い移しにねめちゃくちゃ特化してる性能なんですよ。なんで今回このバレンタインコノエリーダーで呪い移しデッキ組んできました。一応ね火炎のアベルさんも入ってるんですけど、この威圧ですね、威圧をとにかく入れまくって、あとは呪い移しも入れまくって、威圧と呪いで攻めていこうかなと思います。もうとにかく威圧めちゃくちゃ多いと。このなんだっけ、ブルトニクスっていう、こいつ名前合ってるっけテクトニクスや、ブルトニクスってないや、テクトニクスなんかも入れたり、あとスキルの呪い移しだとグウェインですね、グウェイン入れたりミガト入れたりっていう感じです。ということでやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。乱量リーダー、さあ早めに人種へ。来た来たね、これよし、仕打ち人種にしよう。で、相手これ神タンか、 HP 高いな、いやランカエンっていう可能性もなきにしもなく。で、一旦ここはHP 高いなって言ってもね、こっちすべて手駒全部ってか、そのデッキの駒全部竜属性で、こっちの方がHP が高いっていう暴挙なんですけど、さあ一旦ここ竜輪から入って、一旦でも呪いのダメージを減らしていこう。これガラム入ってるってことは神タンだね。よし呪ってやるさ、いらっしゃい。ウーラ、仕打ち人種園したいな。いや、行っちゃうか、行っちゃおう。これ仕打ち人種園最強だから、これでルフェイ召喚して、このルフェイがね手駒呪いつつもコンボスキルも呪い移しという、すごいこう噛み合ってる性能なんですよね。あー、いちご、いやそれまあまあ強いな。いや、もうここから私のターンですよ、呪い移ししますからね。テクトニクス、一回全部移すか、一回全部移そう。このウーラ切っちゃおう。テクトニクスこれ大事よね。よしよしよし、で全部移して、さあ1枚でもラン呪うやろこれ。オッケー、おお全部こういうこと、こういうこと、こういうことなんですよ、こういうこと、こういうことさあ、え、待って待って待って、強くね、打ってくる駒がちょっとチンパ、やばい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 、やばいっすね、やばいっすねこれ。あ、待って待って、しかもこれスキル使えないやん、ルフェのコンボスキル発しないやんこれ。あかんてあかんてあかんて、一回ちょっと竜輪貼っとく、一回竜輪貼っとくか。で、まあまあ3呪いでしょ、でこれで次のターンでもう一回呪いが来る。13631、ちょっと怖いな、これまずいなこれまずい。あー、はい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 、そう来るか、その荒くんもちょっとやばいっすけど、もうこれテクトニクスいくか。で、手駒の呪いは相当入ってるけど、いやいや、これさ、いやこれこれどうしよっかな一回呪い移しもしたいけど我慢するか、渋々渋々我慢して、威圧かけて一旦防衛のターンかな。でも S2 枚切ってるし、ここでアタッカーあるかどうか、500の威圧、頑張れ頑張れ頑張れテクト、よし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 、一旦でも一旦でもその隙を生んだのであれば十分。いらっしゃい、クリサラか、クリサラ、これ威圧ダブルで書きたいな、ダブル威圧したいな。どうしようかな、次 D6 に取られるのだるいよな、ダブル威圧しとくか。ちょっと呪い打ちそろそろしないとおまずそうだけど、ここ普通に強いんじゃないかな、ハーピストコンもないし。で、竜輪取られるのだるいな、 E1 普通に来そう。でもダブルイヤス効いてっから、どっちか残ってくれれば2ターンは耐えそうかな。いやーでもな、相手の HP がまだ半分ぐらいあるからな、これ飛ばすの死なんよな、フィニッシャーがないんですよこのデッキあくまで呪い打つ、いや待ってね待って、強いって、痛い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 、代償とは代償とは一体、 OK、 いやこれはちょっとまずいな、いやもうこれはちょっと攻めないと負けるんで、全部呪い打つ、いけ、全部は無理か、けどよしよしよし、いけ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 、思いっきり思いっきり思いっきり食べなさい、よし5985、いや、ある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 、こんだけ呪い移したんだったらあるよ、
竜輪取られるけど、ダブルやつ効いてるから、頑張って耐えろ。頑張れ。頑張れ。なんでそんな駒入ってるんだ。いや、でもこれ、いや、これ耐えたんじゃないの。あ、でも竜輪、くっ。まずいか。いや、いける。耐えろ。危ない。いけ。これが俺のラストアタックよ。ちょっと予想外の代償にめちゃくちゃ苦戦したけど、呪いで悪魔で倒すと、よし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 、これがダブルイヤツ。ダブルイヤツでハービスとのコンボがたったの200しか食らわない。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。さあさあさあ、来ましたね。ラニコン号かラニカエンか。ラニカエン、いや HP、 いやラニカエンかな。ラニカエンなのか。でもそれにしてはちょっと高い。どっちだ。まあ、とりあえずどうしようかな。初手竜輪打っちゃうか。ほい、あれっすね、威圧今打ってもそんなに効かないと思われるのと、一ターンでもこの呪いをねカットしてくれれば十分なんで、打っちゃう。ランちゃん、あー、威圧かけりゃよかったかな、そいつが来るんだったら。けどこれで呪いのダメージが減るからね。キリア、うん、これ C 打ち竜輪しとっか。C 打ち竜輪して、もう自分の呪いからまずは面倒を見てあげないといけない。てかこれ今何を発動したな。今後かで、この HP、 神エスゴも固まってる。あれだ、あ、そうそう、そういうコマとか、あと、あのあれが入ってんな、アステールとかあるかな。アステールとかその辺ちょっと考えていきたいね。よし、攻めよう。ここはもうグエン行くよ、俺行っちゃうよ。これ3ノル打つよ。行ってこい。ふっ、よし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 、いいよ、いいいいいい。で、これで OKOKOK で、ラに呪って、こっからよ。こっからもうここから、とりあえずね、オーラ対面はオーラから呪わないと、オーラ呪っとかないと、後々勝てないんで、もうオーラから呪っちゃおう。で、ここ。リーベン。威圧かけとっか。威圧かけるべきだよな。今、回復してもしゃあないよな。捕食打ってもどうせカットされて、そんなに回復できないんで、ちょっとでも威圧かけて、耐える方向性でいく。この攻めるのと耐えるの、この、判断ってのがね、なかなかむずいんですよね、この呪い移しってのは。で、その耐えるっていう方向性にシフトしても、攻めるっていう方向性にシフトしても、どっちみちきついっていうね。オッケーオッケーオッケー。威圧が効いてるコンバートには。よしよしよし。で、ここでドロメダが最後のターン。ここに火。ガイオさん強いですね。どうしよっかな。ガイオ打つか。3ターン威圧。これ3ターンでこの、いや、350。そして今、450。合計で800威圧。800威圧はね、結構きついんじゃないかな、相手。結構きつい。ただ相手の HP が全然減ってないから、どっかで攻めのターンを見つけないといけない。どっかしらで攻めないと。お、読み通りアステール入ってた。よし、全然効かない。さすがいいやつ、さすがいいやつだ。読み通りアステールは入ってるが、人種園、これ出しどころ大事やな。どこに出すか。 B3 出して C6 打たせてキリアで回復しようか。よいしょ、ほい。で、多分これ C6 来るんで、そしたら、概要まだ聞いてるから、てかまあ逆にここ以外にね、置いたら結構きついんよね。ドロメダのコンボとか受けられないし、ティルートのコンボもバフだし、いくら威圧かかってるとはいえきついから、ここで一回 C6 に打たせてキリアで回復狙いたい。コンボ封印、あ、OK! やった、ハピア残った。よしよし、ラッキー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 。で、これで手駒に呪いがかなり入るんで、手駒に呪いが入ることによって、あたと呪い移しのね、種にできる。で、ここで思いっきり捕食、思いっきり食べます、思いっきり食べなさい。いいね、4000。よしよしよし、このエリーだとは思えない捕食量、いいよ。で、しかもダメージも出た。で、呪い移し、オッケーオッケーオッケー、いいぞ、まだ勝てる、まだ勝てるよ。で、手駒に呪いが増えたことにより、さっきのあのルフェイのおかげで、あっちに取らせて、いや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 、強いんじゃないのそれは。痛たた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 、痛すぎわのだ、痛すぎて痛いになったわね。痛いな、痛い。しかもなんならこの呪いですら痛い。こっちかな、こっち打って、いやでも A3 とか良かったかもしんねえな。で、威圧効いてねえから正直勝てる気がしないが、こことりあえず耐えるしかない。ただ相手は S3 枚切ったで、 S1 枚のラニンも見えてるから S4 枚切った。エンデガーが来なければいける。金アラも圏内か。いやー、ダメ、耐えろ。ジゴレロック、いや待って、これ引きによってはワンチャン勝てるんじゃないか。これリーメン出たら終わるけど、ロイラック出せる、ロイラック出せるんじゃない、来た、来たぞ。呪いで勝てないから4枚返し行くしかないね。ミガットの呪いは呪い3つずつ、いやこれ行くしかない。
いや待って、これもしかして被るかな。あんまり呪い映せない。あ、いや、いける、いける、いける。これ何枚呪い、おっしゃ、飛ばした。これよ、これこれこれ、ルフェのおかげで手強い呪いが固まって思いっきり呪えると、これですよ。こういうルフェの使い方もありなんじゃないでしょうか。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。あかんってこれは。あ、でもね、これ威圧めっちゃ入ってるから捕食をもうすべてさせないみたいな、もう食べさせなくするしかねえか。竜鱗が来ないことをもう常に祈りながら捕食させないことをお祈りするしかないですねこれ。いやー、このタイミングきついね、これきついね。いや、そう、この呪い移しのね、最大の、ま、天敵っていうのがね、暗黒なんですね。呪い移し暗黒かと思ったら、その呪い移しに特化しちゃうと暗黒に勝てないっていうね、自分自身に勝てないみたいな。まあしゃあないしゃあない。とりあえずこの威圧、そうだな、あー、ブルートから入るか。え、マジこれ。あー、でもミネルが切ってきたところ、もう竜輪引いてますやん。お兄さん竜輪引いてますやん。それはこれ引いてるね、絶対引いてるよこれ。もうミニエラ捨てるってことは、もうあの 最速で竜輪を打ってこっちに対するアンチテーゼを張っていくっていうことでしょこれ。よくないな、そういうの。よくない、ほんとよくない、よくない。まあ一回呪いで、はい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 、まあワンクッション置いといて頼むよ。竜輪禁止しないねえ、竜輪禁止で。あ、最近にもいかない。え、でもこれ、いや、オッケーオッケー、威圧効いてるおかげで全然補食しない。よし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 。で、ここだな、ここ、こっちも竜輪引いときたいな。あ、よしよし、リーベン、いいね、リーベン出すか。よしよしよし。これ威圧ってのは重ねがけが強いけど、重ねがけしすぎると後半にそのふん詰まり起こしちゃうんでね、威圧詰まりを起こしてしまう、つまり威圧がなくなってしまう、それが一番怖い。なんで、あ、でも今回あれだ、テクトニクス入ってんか。ね、テクトニクスとか引ければいけるかもしれないな。テクトニクスマジ強いんですよあいつ。3ターンだから。あ、ジリジリか。オッケー、でもジリジリだったら威圧かければ大丈夫。威圧かけよう、威圧が大事。テクト、テクト来た、テク、テク来たぞ、テク。これどうしよう。ガイオ、ガイオ3ターン強いけど、ここはアベルってダメージ入れときたいですね。この火炎をねしっかり入れて、これ右ウェックス打ったらね2枚もいるんでね、ここの十字架は強い。で、今竜輪引いてないんじゃないかな、先に竜輪打てたはずだから。竜輪がない、そういうことでしょこれ。そうやろ。あ、はい、いやでもそこの竜輪はね最悪取れる、本気出せば取れる、その気になれば取れる。来い、クリスタルか。これ概要出しときたいか、概要3ターン打っとく、概要いっとくか。テクトニクスもね3ターン効くけど、後と残しときたいな。概要でこれだけでもね550威圧いける、いける、いける。威圧で攻めるぜ、俺威圧で攻める。で、呪いが、まあまあまあ、呪い移し全然できてねえけど、できてねえけど、これで攻めるから俺は。さあ、食えるもんなら食ってみろ。相手の料理をまずくする、それが威圧スキル。で、永遠に打ってきたら3枚燃えるから、オッケーオッケー。ガランこれ効かないんじゃない、よし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 。いくら倍率かけてもね、元が低ければそうなっちゃうんですよ。よし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 、そういうことよ。で、ここは早めにトネルも取っときたいな、早めにトネルも取っとくか。そうしようか、ロイラックで3枚呪い移して、よし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 、早めにトネルも取りに行く。 OK。 で、動作レベルは次のターンで消されるから、ここで取られても問題ない。よしよしよし、呪いしっかりかけて、 OKOKOK。 これトネルも取れば相当呪い入るよ。で、次のターンでテクトニクス行こう、テクニシャンしよう、テクニシャン。よしよしよし、それも効かない、効かない。結構あ、でもこいつはもともとアタック高いんか、なかなかバグかかってんね。けど大丈夫、ここでテクル、テクルぜ、食えるもんなら食ってみろ、俺ここでテクルから。あ、でもこれダブコン怖いな。いや俺テクル、俺はテクル、ダブコンとかもう気にしない、俺テクル。この竜輪を取る、攻めろ。いつだって攻めの姿勢が俺を守ってきた、いつだって攻めの姿勢でやってきただろ、そうだろ、攻めていけ、どんどん攻める。ダブコンとかもう関係ない、威圧すれば大丈夫。この威圧どうだ、テクトニクスよこれが、時代テクトニクス。よし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 、こういうこと、こういうこと。いくらコンボしてもゼロはゼロ、ゼロはゼロです、ゼロはゼロ。うん、よし、こういうこと、こういうこと、こういうことで、ここ大事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 よ、ここ大事。考えろ考えろ考えろ。いや、クリサラと、クリサラしかないな、絶対クリサラで、クリサラな、ここどこに打つかやな、どこどうか。B の4に打っても、いや、ちょっとこれ消し、これでちょっと2分値かけるか。はい、よしよし、そこ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 なんです。
俺そこに出してほしかったんです。分かってんね、分かってんね、パビッシュ。で呪いがめちゃくちゃ入る。いけるぞ、いけるよ、いけるよ、いけるよ。食えるもんなら食ってみろ、食えるもんなら食ってみやがれ。合計で700やつ、700だよな、え違う、800やつ、800やつ、おっしゃ。でしかもこれどこ置かれても竜輪どこ置かれても消せんな。これ来てる、始まったわ。人種は引いてないけど、オッケー、それ消せる、消すぞ。おい、そいつを消して飛ばすぞ、飛ばすぞ俺は。来い、よし、ちょっと人種は引かなかったけど、これ行っちゃおう、行くしかねえ。あ、4枚だし、2枚移して、いやもうこれ取るぞ、俺は取る、サザン取る、取って、もう呪いで、呪いで、うっ、うっ、いけ、8呪い。でも威圧効いてっから、ここで飛ばせなくても、さ、仮に飛ばせなくても大丈夫、大丈夫、大丈夫、いや飛ばせないけど、いけるっしょ、いける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 、大丈夫、大丈夫、頑張れテクトニクス。ジリアンが次、頑張れ、頑張れ、ここだ、ここ耐えるんだ、よし、やった、やった、これきついか、これきついか、うん、いや耐えた、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 あでもお前食べ過ぎ、食べ過ぎだよそれは、食べ過ぎ、きつい、食べ過ぎだよ、食べ過ぎだよ。いや俺も食べるしかないから、でもテクトニクス切れちまった、テクトニクス切れちゃったよ、くっそー、悔しい。さっき威圧引きたかったな、威圧引いときたかったな。いやもうこれ4枚いつか、惜しい、惜しい。いや食べるぞ俺は、少しでも食べる、食べて、食べて、ここ耐えるしかない、いけない。さあ頼む、頼む、頼む、やろやろ、これ2枚返し、いやきつい、きついな、きつい、いくらいくらなんでもきつい。え、しかもオーラ引いた、やばい、やばい、捕食、捕食来る、捕食来る、やめて。しかも手駒の呪いがもうほとんどない、まずいってこれ。あ、でもその捕食そんなに、いや、いや待って待って待って、ワンチャン、え、これそんなに呪い、よし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 、あるぞあるぞ、いやこれ呪い耐えるでしょ、よしよし、ちょ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 、いけるかいけるかいけるか、いやもういくしかない、いけいけいけ、人種引いてないけど、もう人種とか関係ない、 あんな女のことは知らない、この暗黒に勝ってやる、いけよっしゃー、勝った勝ったよっしゃー、見たか、あ、呪い移しで暗黒に勝つ、あざした。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。威圧の強さ、そして呪い移しの強さを存分に伝えられたかなと思います。そんな中で人種園の活躍は3試合中2回って感じだったんですけど、一番活躍したのが仕打ちした時でしたからね。うん、まあ、ちょっと人種園引いてない暗黒との対面はなんか、あの人種園の活躍見せられなかったけど、正直個人的になんか暗黒倒したの気持ちよかったんで、はい、乗せましたって感じなんですけど、まあ、実際ね、人種園ね結構いいですね。あの特に序盤で引ければ強い、序盤で引けないとどうしてもこう手駒に呪いを貯めるっていうのが後半だとそんな時間ないやんってなるから、序盤に引ければめちゃくちゃ強いと思います。序盤に引いて仕打ちですね。で相手にこうなんだろう、返したら盤面きつくなるし、返さなかったら返さなかったらルフェがとにかく手駒に呪いを貯めて一気に呪いを放出するみたいな、でそういうね使い方ができればいい、非常にね強いんじゃないかなと思いました。でとりあえずね、呪い移しに入れていいと思います。今呪い移しってどういうテンプになってるとかわからないんですけど、まあ、実際呪い移し自体はそんなにね、なんかそのこういう呪い移し型の暗黒ってのは強いっていうデッキのイメージはないんですけど、なんかね補正によってはね一回強かった時期があって、なんかシーズンマッチのねアタック 0.5 全ての属性のアタック 0.5 とかの時に結構強かったイメージがあるんで、そういったところでもしかしたら今後もね呪い移しが使えるような場面というか強い場面が来るかもしれない。でそんな中で人種園っていうのは呪い移しに入れてもいいかなと思ったので、ぜひ呪いコレクションで人種園当たった方ね、呪い移し型の暗黒組んでみてください。この動画面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。呪い移し最高、さよなら、バイバイ。